はい、今日はハロウィンの日に撮影しております。ハッピーハロウィン。ハロウィンなので仮装をしてみました。大好きなアニメの鬼滅の刃のキャラクターのかまどねずこちゃんのコスプレをしました。イエーイ。ですね、一番くじが1店舗お一人様5回ずつっていう決まりがあったので回って買ってきました。はい、合計9回引きました。かわいいでしょこれ。くじの引いた紙にも絵柄が書いてあります。煉獄さん、義勇さん、ねずこちゃん、しのぶさん、善逸です。これもねずこちゃん、いのすけ、炭治郎、これも善逸です。絵柄も可愛いですよね。はい、ではでは早速開けていきたいと思います。はい、今回の無限列車編の一番くじにはフィギュアや湯飲みだったりラバーストラップ、ノートなどがありました。はい、早速紹介していきたいと思います。まずはノートから。H 賞のノートでした。これはね、ランダムじゃなくて自分で選べたので選びました。もちろん全員ず、後ろにも伊之助のノートがあります。あとは今回ね、無限列車編といえば煉獄さんなので、はい、煉獄さんが入ってるノートを選びました。後ろはね、天元さんだ、イエイ。はい、お次は G 賞のラバーストラップを開封していきたいと思います。はい、今回はね、ラバーストラップ2つだったんですけど、ラインナップがね、こんな感じです。見えるかな、こんな感じです。はい、では2つ開けていきます。いやーね、緊張しますね。ちょっと待ってよ。まずは1個目を開けていきます。ちょっとね、開けるのが難しいな、これは。はい、何が出るかな。ユーが動いてる、あゆ。じゃん、ユーさんでした。イエーイ、ユーさんですね。いや、素晴らしい。さあ、2つ目、今回はね、前回鬼滅の刃一番くじの3の開封動画を上げさせていただいたんですけど、その時よりもラバーストラップの箱が開けにくくなってます。しっかりとね。さあ、いきます、せーの、煉獄さんが出ました。煉獄さん、もうね、映画を見たんですけどね、ちょっと、もう、泣きますね。煉獄さんが出ました、イエーイ。はい、お次は、F 賞のグラス湯飲みセレクション。これがですね、湯飲みとかね、コップって私一番くじ引くとすごい出やすいんですよ。よく出るんですよ。そう、だから今回も絶対に、何個か来るんだろうなって思って引いてました。そしたら3つ来ました。ではね、これを慎重に開けていきたいと思います。これはね、ガラスだから割ったら大変。お、あ、でもこれは開けやすかったです。
せーの。お？待って、これ善逸。善逸？待って待って待って。あ、善逸だよ。おおおお。え？嬉しい。あ、そういうことか。湯飲みとグラス、どっちかってことだ。あ、しょっぱだから善逸のが出てくれました。イエーイ。これにね、お茶とかを入れて飲みたいと思います。では、二つ目、開けていきます。なんだろう、なんだろう、なんだろう。待ってよ。あ、こっちはね、グラスですね。はい。煉獄さんが出ました。煉獄さんです。やっぱね、無限列車編の一番くじだから煉獄さん出るよね。いや、なんか豪華。え、やば。煉獄さんでした。はい、では最後の湯飲みグラスセレクション3つ目、開けていきたいと思います。おいしょっと、これはしょ、あ、これはね、湯飲みだ。せーの、じゃん。イノスケ出ました。え、ねえ、このイノスケさ、めちゃくちゃ可愛いの。これ見えますか？ここにイノスケがいるの。え、めっちゃ可愛い。え、すごい可愛くて豪華な3つが出てくれました。イエーイ。はい、お次はアイショーのチョコノッコフィギュア、うたたねバージョン開封していきたいと思います。かわいいの、このね、ラインナップもほら見て、かわいい、かわいや、落とした。映画よいしょ。さあ、これを開けていきたいと思います。これはね、一つしか出なかったんですけど、嬉しいな。よいしょ。あ、これはね、ちょっとね、開けづらい感じでした。あ、いきます。待って、見てないよ。せーの。煉獄さんが出ました。なんかね、そう、一番くじとか、なんかランダムもののグッズとかでも、煉獄さんがすごく強いんですよね。はい、煉獄さんが出ました。うまい。はい、では、最後に、今回の大目玉ですよ。前回もね、一番くじの3でフィギュアで最後に紹介させていただいたやつがあるんですけど、ねずこちゃんのフィギュアが出ました。3の時はね。はい。で、今回は何が出たかというと、ねずこちゃんのフィギュアが出てくれました。イエーイ。ねえ、なんかね、ハロウィンでねずこちゃんのコスプレするから、ね、ねずこちゃんがまた来てくれたんだって思います。ねえ、かわいいでしょ、このねずこちゃん。前回とね、もちろんデザインは違ってね、いや、本当にかわいい。いやー、ね、かわいくないですか。やばいの、ねずこちゃんのフィギュアね。フィギュアは本当に嬉しい。なんかフィギュアね、この9回引いた中でも1回でも出てくれてればいいなって思ってたんですけど、今回もまさかねずこちゃんが来てくれるとは思いませんでした。はい、めっちゃ嬉しいです。イエーイ。待ってよ。はい、ということで9個の開封をしました。ね、9個でこんなにも豪華なものが出てきてくれるとは思わなかったので、とっても嬉しかったです。はい、今回は前回はそのアニメイトさんというところで引いたんですけど、今回はコンビニのローソンさんでやってました。はい、ね、ローソンさんをもう回ってはい、やりました。イエーイ。はい、やっぱ一番くじって楽しいですね。はい、やっぱ今回もすごい鬼滅の刃がすごく人気なので、並んでる方もたくさんいらっしゃって、はい、
やっぱりね、無限列車編の鬼滅の刃の映画が公開されてからさらにどんどん鬼滅の刃が人気になっていくんだなって思いました。はい、また鬼滅の刃の一番くじが新しいのが出たらまた開封動画したいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。テレマカシー。はい、このチャンネルがいいと思ってくださった方は、ライク、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、また次回のスカスカ、あゆかで。じゃあねー。